しかも奇遇に持ってるよ。私も奇遇だな、持ってます。今日はあ、いいぞ。何ですか今日は。ロフト購入品紹介。イエーイ。決めたね。分かったんだ、何するか。赤ちゃんみたいな顔して何するか分かったんだね。お前めっちゃ黄色かったからね。え、なんでロフトに行ったの。どうして。大好きだからですね。ロフトさんがもう好きあればロフトっていう。確かに好きあればロフト行ってる。うちらだって歩いてたらロフト行ってる。気づいたらロフト、気づいたらロフト、黄色ロフトだってだ。動物すぎ。いくらぐらい交代やっけみんなで。1万円。一人1万円か、うん、好きなものを買いました。この時点で袋の大きさみんな違うもん、うん、そうだ。お前はでかい、態度もでかい、やめなさい、心は広い、ありがとう。顔はちっちゃい、 ありがとう。ほくろはでかい。チャームポイント。唇太い。チャームポイント。危ねー、危ないよ。番犬顔顔みたいな。あ、やばい、怖い。前髪はない方がいい。大正解。よかった、よかった。髪の毛似合ってる。ありがとう。最近あの意味わからんぐらい肌白くしてなくて好き。昔の私大失敗。そんなことないよ。みんなのおかげで常に私は美意識が上がってました。素晴らしい、素晴らしいです。素晴らしい。あんたが一番素晴らしいねんから。お前素晴らしいよ。ほんならもう早速紹介していきましょう。あの前回みたいに床座りでなんか一人前出てパッ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 紹介していこう。最初、うん、最初こう、ちょっとこう、あいこでポン。最初こう、ちょっとこう、あいこでポン。ポン。レッツゴー寿司、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 お前が食べろよ。なんでお前が乗り気だね。最初はグーチャケポイ、アイコでしょ。ジェシカが一番最後。はい、お願いします。パジャーン。毎度です。毎度ですね。これ毎回。これ毎度です。モア。モアルーム。リードディフューザムスク。ムスクプザスフリージア。やめなさいこれ。私ね、あのね、フリージアがすごい好きなの。はい、次。タダー。もう好きね、ほんとに。可愛いんだけど。え、可愛くない？可愛い。コアラ？これ何か分からへんねん。え、コアラじゃん。だってこの間もさ、セシルもさ、ズボン見たら正解です。それと一緒の種類です。そうなんですよ。ババン。この前、シシちゃんがロフトで買った動物は何でしょう。チッ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 。ほんまにちゃんと思い出して。パンダ。違うや、セシちゃんが購入品紹介してたやん。じゃあもう、あんたらは私に興味がないってことだよね。はい、はい、ケネちゃん。なあ、あんた日頃そうやって読んでんのバレんねん。いつも言ってんのよ。あんた日頃うちのこと巨乳って。コメント欄でも最近増えてる。しかも、とっさに言ってさ。巨乳ちゃん。自分で受けてんの。とっさに出たことに対して。いや、しかもさ、ジェシカもちょっと恥ずかしいな。しかもなんか自分の父見てる。はい、いいよ、ケニーちゃん。ひちゅうじ正解。イエーイ。ひちゅうじだったわ。今回こういうやつを買いました。それと同じやねこれ。かわいい、その種類。この子かわいいよね、うん、他にもいっぱい種類あって、めっちゃ迷っとってんやんか、これ買うとき。そしたらあの中学生ぐらいの女の子がさ来ちゃって、うん、もう選ぶ時間はなくて、パッてさ、ほんまにそう踊ってきたから、こいつになった。え、これめっちゃ可愛い、こいつ。でもやっぱあのデニムの色とかに合わせやすい色を中心に選んでる。可愛い。でもこういうとこにつけても可愛いよね。可愛い。だから買いました。素晴らしい。はい、次、それに類似してシナウザーのパスケース。え、セシルのブランドや、もう見て、可愛い。おお、可愛い。ちなみにこれも一緒のブランド。あ、そうなん。おー、黙れケニーちゃん。私シュナウザーが大好きで、うん、たまたまこれのパスケースがあったから買いました。しかも結構でかい。なんかセシルのグッズにもありそう。わかる、作りたい。え、これもここにつけても可愛いし、リュックにつけても可愛いなと思った。可愛いですよ。いや、これ買いました。素晴らしい。はい、次、パバン。パン。あら、
かっこいい。はい、ゆずキーマカレー。美味しそう。美味しそう。美味しそうやね。しかもこれさ、レトルトと一緒やから沸騰したお湯で温めることもできるし、電子レンジもいけるの。え、すごい。で、ゆずのキーマカレーが楽しめる。最高。これ普通にうまそうすぎて、私ゆず大好きやから。ちなみにこれラスト、除菌&デオドラント、靴の中快適プラチナム。あ、これで靴除菌できるの。一番上がアップルピーチやね。その次ムゲジャスミン、その次ムスクアンバー。うまそう。あら、違っちゃった。これ終わり。イエーイ。これ靴にシュッシュします。レッツゴーオージー、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 レッツゴーオージー。お前が動けよ。お前が動くよ。まず一つ目、はい、こちらセシと同じく、おディフューザー。あら、これ私が買おうとしてたやつ。あ、そうなん。なんかそう、めちゃくちゃいい匂いだったのよ。でさ、これ3つぐらいあったの。そう、3つぐらいあった。そうで、1個嗅いで、そう、全部嗅いで、うわ、めっちゃいい匂いって言って、うん、こっちかな、こっちかなって迷ってる時に、ももちゃんって言って、ももちゃん呼んだの。ももちゃんに嗅がしたら、どっちも同じ匂い。あ、もう冷静に違うよって言った。冷静に違うよくさ。サボンルームリードディフューザーの、これはウェイブオブリネン。え、関西弁。急に関西弁。え、なんで関西弁。違います。だからウェイブオブリネン。あー、関西弁。違いますよ。お前なんでやねんぐらい。ウェイブオブリネン。2品目、こちらババン。こちらハンディファンね。ハンディファンです。なんで。すぐ言えたよ。一回見た気がして。ハンディファン、やっぱりさ、うん、あ、ハンディファンめっちゃ持ってたね。めっちゃ持ってる。あのファンからいただいたものがあるんで。ハンディファンだけに。全部とファンまでいただいた。ハンディファンだけに。ファンから。え、扇風機からってこと。おい、めっかけたってことですか。めっちゃおもんない。めっちゃおもんない。天才っすわ。やっぱやばいっすわ。やっぱ天才っすわ。マイパンダしてくるとは驚き驚き。すごいっすわ。でもこいつめっちゃ嫌。おい、お前叫びよ。お前なんでここ入れたん。めっちゃ嫌、めっちゃ嫌。こちらを購入しました。はい。メイク落ちるの嫌だからね、外出て。でも使わないだって一番あんたが汗でメイク落ちるの。いや、ほんとに。だって一瞬もうパンって見たらもうすっぴんになってる。わかんの。前見て横見た時にはもうすっぴんなってる。え、この中の誰よりも汗かくから、びっくりしたら、なんか私だけお風呂上がりになってるの。ほんまにそう。びっくりしたなぁ、言うやっぱりびっくりしたなぁ。まさきびっくりしてるやん。ほんとに無理なんだよね。水浴びしたみたいに待ってる。びっくりしてるやん。すっぴんなんてびっくりすんのは分かるけど、びっくりしたなって。びっくりしてから。すっぴん見てることになるから、あの順番がおかしいことなんだよ。ねえ、巨乳ちゃんが爆笑してる。もう続きまして、こちらデデン。おうちからめっちゃ見るんだけど私。プロダクト、プロダクトの、これはジャム、ヘアワックス。何でも食べようとしてる。これヘアワックスですね。バームとしても使えるの、口で。そうなんだ。いろんなバームとしても髪の毛にもできちゃうよっていう。でもこれ結構知ってた。うちが高校時代から人気だったでしょ、うん、これめちゃくちゃいいので、もう一回買ってみました。はい、そして4品目、ババン。私はバターチキンカレーなんですけど、うん、このね、一条もんこ監修。何もけんの。スパイス料理研究家一条もんこ。でもなんかかっこいい名前。一条もんこって時点でもううまそう。バターチキンカレー、学歴さ、カレー大学院卒業って書いてる。カレー大学院とかあるの。じゃあこれ絶対美味しいじゃん。じゃあ 100% カレー大学院。だってカレー大学院卒業じゃない。最後です。お、あの私これ昔ね、買ってもらえなかったものをこの企画で買おうと思って。何、大昔に私が知り打ちだった時に。こちらババン、卵っちです。卵っちめっちゃ私友達のストーリーで見かけるんだけど、みんな買ってない。可愛くない。最近はこれを携帯とかまたストラップみたいにして、うん、デニムとかにつけるのにも流行ってるらしいです。しかもめっちゃ初期の時とさ、形が一緒だよね。そう卵っちでした。はい、ありがとうございました。以上4点かな。いろんなもの買ったね、食べ物から、匂いから。なんであんなに急いでたのか。最終的に言ったね。
もう今こっちにたまごっち持ってるから含まれてるよ。何点かな、アホみたいな。本当にそう持ってるものは含まれてないから。まず1品目がこちらです。ババンババン、スマホのこれはサラサラマットってやつなんだけど、普通のやつと違ってめっちゃサラサラするの。はい、続いて、はい、こちらです。何だ、私ね、めっちゃレモネードが好きなの。で、これはレモネードの元なんですよ。そう、レモネードの元だから自分で炭酸水で割ったりとか、飲みたい、普通の水で割ったり、いろんなことができる。だからお酒とかにもできるっていうやつがあったので、買う、購入してみました。買う、購入してみました。続いてこちら、でれん、これね、アイスなんです。え、これアイスになってんので、ちょっと1個はちっちゃいんだけど、でカロリーもあんまりない、27キロカロリー1つが。それでマンゴーとかオレンジとブルーベリー、ザクロとかピーチ&パッションフルーツがある。あとこちら、ベベン、あおベベン、リファさんから出てるロックオイルライトです。この間私が買ったやつね、それね。そう、私ロックこの間私が買ったやつね。リファさんから出てるまた別のシリーズのこれは持ってたんだけど、うん、これ新しくなったじゃん、うん、めっちゃいいそれ。でこれの重いタイプとライトは軽めのタイプなんですけど、私エクステつけてるから結構ボサボサになりやすいので、こちらを購入しました。素晴らしい素晴らしい。そして最後、みんなでやりたいなと思ってたの。ごめんなさい、早いかも。見てください、ちょっとセシルはできないかもしれないんだけど、ででん、こちらわかりますか。やりたい。でもチョコレート本流したらあんたできひんから3人でできるよ。あ、そうだ、だからどっちも買えばいいよね。そしたらみんなでできるよね。チョコもチーズも買ったら私のこと省こうとしないで、早く戻ってきてみんなでやみんなでやろうね。そう、しかもこれ2000円とか3000円で売ってたから、すごーい。ババン、続いて巨乳ちゃんの出番です。コーンカッター。見して見して、コーンカッター、これはですね、これジェシカに必要かも、すごく。私足の裏がゾウなのね、マジで皮が硬すぎてダンスとかで、うん、でマジでほんまにこの足のこことかかかととか親指のこことかがもうカッチカチで、いつもハサミで切ってたの。それって結構爪が折れたりとか、うん、結構力加えないと皮膚が取れないのね、うん、さっきも力んでた。コーンカッターは硬くなった角質タコと狙った箇所をピンポイントに狙って削ぎ落としてくれます。タコよくない。でも絶対に必要だと思う。そう、だからこれめっちゃ欲しくてやっとゲットしました。よかったよ、よかった。はい、そして持って続きまして、レターセット。あら、スヌーピーだ。スヌーピー、え、かわいい。かわいいでしょ。ちょっと最近お手紙を書こうと思って、めちゃくちゃ大事な生徒ちゃん、すごい長い、すごい面倒を見てた生徒ちゃんがデビューしたんです、韓国で。おお、え、すごい。そう、結構もう大型の大型グループみたいな感じの、すごい、自分も初めての経験やと思う。そんなにも、そんなすごいオーディションとかそういうので行ったっていうのが、自分の先生人生の中でも初めてやったから、うん、お手紙と共にプレゼントを送ろうと思って買いました、うん、続きまして、バン、これ、あ、おー、出た、お香です。ホワイトムスクと、うん、See you tomorrow とグレープアンダンテ。ゼロプレハウスに来た際にみんなどれかつけとくから、どれが良かったかとか教えてね。続きまして、バン、あら、真空断熱ジョッキー。あら、もうジェシカ最近ね、すごいハマってるお酒の飲み方がありまして、うん、あのグレープフルーツのアイスボックスにグレープフルーツのチューハイを入れるっていう、うん、あの飲み方に今ハマってて、ね、でそれを飲むためにジェシカはこの、え、この取っ手付き。最初はこのタンブラーをやったらセシがこれついてた方がいいよって言うから、セシに言われた通りに買いました、うん、そしてババン、お、たまごたまごたまごっち、チンチン、あんまかジェシカオレンジ。これもさ、大内が買ってるって知らんくて買った。私も知らんかった。すごいね、2人とも全然買ったから。そうで、ジェシカはさっきさ、セシちゃんが言ってたみたいに、うん、あのカバンにつけたくてキーホルダーとして買いました。オレンジ、あと一つ、ドドン、バーン、リンメルワンダーラストアイシャドウスティック5色。
5色だ。ババン。高発色。あら。輝きパール。輝きパール。瞬きするほどきらめく目元。ほんまにこれが売れてるインフルエンサー。不安なんねんけど。うちさキラキラ大好きやんか。うん。だからこれ全体にバーってつけて。涙袋につけてなんかポイントにピュってやってもいけるっていう、もう一本で完結するぜみたいな。はぁ、あ、しかも続けようとしてた私はる何ですか。車庫に詳細があるけどえ、もしかしてもっと詳しく教えてくれるってこと。はい、何でも教えてあげるけど言って。何でも教えてくれる。うん、これの可愛い使い方が知りたい。これの可愛い使い方は、そうですね、はい、こちらはですね、1本であのアイメイクが全て完成するぞという商品になっております。はい、だからあの手先とかにも便利なんですね。あ、なんか旅行とかでかさばるでしょ、コスメって。あ、そうです、かさばります、ね、でもこれは1本あればアイメイクが完成するんで。あ、1本で。そうなんです、iPhone に全体に広げていただいた後にもう一回二重幅に濃く塗ります。そしたらもうその時点グラデーションができます。で、さらにですね、この粘膜のとこですね、はいはい、ここ重要だね。にもう一回こいつをピーって書いたら引くことができるんですね。ピーって書いたらもうグラデーションができる。一本で。そうで、あの0405番は涙袋におすすめらしくて、下まぶた、あ、色によってまた違うんだね。01番から03番はメインカラーとして使ってもらって、04番、05番をあの涙袋、これが涙袋に置けばできる。だからこの色的にさ、ピンクメイクとオレンジメイクとかブラウンメイクとかで変えられるやんか。だから大体この2色でいけんねんけど。へー、だからもうこれさえ2本持っとけば旅行行けるって話。あ、なるほど。でもなんか実際見てみたいね。ジェシカがさ、やってみたい。うち涙袋とかやってみたい。確かに。ほんならオレンジか。はい、あんたピンクっぽい。あ、ありがとうございます。今日のジェシカこっちっぽいけど、じゃあジェシカこれで、ジェシカは07番で作り上げます。あ、わかる？みんな今上が01番でこっちが03番なんやけどさ、ほら高発色でしょうよ。はい、今つけてるのが04番なんだけど、めっちゃ発色いい。なんかハイライトとかにも使えそうな感じする。今何番つけるんですか？これはですね、05番。05番のフロスティーローズ。あ、めっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛い。あ、すごい。どう？ちょっと待って、この反射してる感じでも結構。え、結構目の印象違う。え、すごい。え、すごくない？え、こっち向いて。結構立体感出てる。え、すごくない？ちょっと待って、この画面見て。あ、涙袋ぷっくりしてるよ。すごい。じゃあちょっとこっちもやってみようか。え、結構マジすごい。光やっておこう。え、見て。すごいね。キラキラ。目頭だけにちょっとつける感じがより涙袋っぽくて可愛い。どう？え、めっちゃ違う。あ、可愛い。めっちゃ良くない？なんかすごい。ちょうどこのパールがさ、大内の裸眼に反射してさ、目がうるうるして見える。え、今日結構マジで結構合ってる。これ大内ガチで感動してる時だよね。本当にすごい。この色めっちゃジェシカっぽくない？うん、できたアイメイク上。はい、ありがとうございます。ちょっと今日のジェシカがこの色めっちゃ似合いそうなんやけど、似合いそう。で、髪色にもめっちゃぴったりだよね。これがね、007番のピンクフィズピーッと塗って、うん、二重幅にがっつり、ちょっと触りますね。どうぞ。伸ばしていく感じか。なんかラメがさ、程よくていいね。え、ってかな、ラメがめっちゃ小粒、うん、本当だ。めっちゃ可愛くない？すごくない？一つでできるのすごいね。しかもこれ色落ちとかヨレとかが全然ないんだって。だから一日中発色が続くみたいな。かわいい。めっちゃかわいい。一本でやったと思えなくない、うん、あ、これめっちゃ使えるやん、いろんなとこに。だからハイライトだよね、うん、ハイライトとしても使えるし、めっちゃ綺麗。アイシャドウとしても使えるし。今これがほんまにそれだけで完成したシャドウ、うんうん、うちがなりました、ね、めっちゃ綺麗。うわ、それめっちゃ可愛い。どう？一気に。え、それめっちゃ可愛い。一気に来たよ。一気に来た。一気に来たよな。セッシすごい。一本で結構いろんなことできるね。うん。これをな、こう取ってさ、ナチュラルに乗っけることもできるわけ。え、これマジでさ、全色集めたいよね。おすすめです。かわいい。おすすめです。ゼロプリー。最高。ちょっとぜひぜひ皆さん
いいね、これ。これめっちゃ嬉しい。こすっても取れないです。すごいの。言ってたやつや、さっき。色移りしないし、よれないし、一日持ちます。あ、すごいすごい。すごい。このキラキラも健在やで。すごいな。だから、もし見かけたら見つけてほしいね。うん、ぜひゲットしてください。はい、ということで、みんなのロフト購入品紹介でした。やっぱ、毎回思うけど、購入品っておのおのの色が出て私は好き。じゃあ、でもなんか最近は一緒にいすぎて、ちょっと買うものが似ている。それは間違いない。似てきてるね。またこういうなんか購入品紹介してほしいとかあればコメント欄してください。お願いします。あと私たち8月毎日投稿しておりますので、皆さん本当にチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、ほんじゃまた。ほんじゃまた。ひらでしょ。なんかさ、申し訳ないけど、あの写真使ってさ、大喜利したい。絶対なんか企んでるやん。そうね。今見返したらなんか結構、秋山さん失礼かい。ちょっと雰囲気が似てるなっていう。さしやすい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 。かわいい。かわいい。かわいい。これめっちゃかわいいやん。めっちゃかわいい。え、てかちゃんとテスターあるやん。ほんまや。ほんとだ。かわいい、色かわいい、色かわいいな。でも、もうほんまにこれまんまじゃない、発色。やめてやめて、やめて。いらんのよ、いらんのよ、いらんのよ、やめて。違うよ。止まらない、こっちも止まらない。ええねえねえねえ、セシルほうもやめて。イライライラ、やめてやめて、だからやめて。イライライラ、イライライラ、お前が一番やめてよ。でもテンション上がっちゃうで、見たらどうですか。見たらテンション上がっちゃう。かわいすぎる。うちら今日渋谷ロフト来とるけどさ、これテスト置いといてくれとるから多分みんな参考にしやすいよな。自分に似合う色マジでわかりやすいよね。あの全国のロフトが先行販売やから、じゃあみんなロフトに行ったら絶対見つけてほしいかも。絶対見つけてほしい。絶対に見つけてほしい。お願いします。絶対にお願いしたい。絶対お願いします。いらないな、お前が一番やりたかったやろ、どうせ。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく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 ね。チャンネル登録お願いします。